デンマークと言いますと何が有名ですか？まず思い浮かぶのは人魚姫のアンデルセンですよね。そしておもちゃのレゴが生まれたところ、あとはですね、税金が高い代わりに社会保障がしっかりしているという話は聞いたことがあります。そうですね、デンマークこちらですけれども、その社会保障のしっかり具合というのは、こんな数字にも表れているということで、これはですね、ちょっとご覧いただきたい、国民の幸福度調査というのが昔ありまして、2006年にはイギリス、2008年にはアメリカの研究者がそれぞれ発表したんですが、なんとデンマークはどちらも世界1位ということなんですね。で、2006年の場合は各種の統計を調べた結果で、2008年は聞き取り調査の結果ということで、調査の方法も違うし具体的な根拠がちょっとはっきりしない調査ではあるんですが、このように1位を獲得していると、ちなみに日本は2006年は90位、8年は43位ということなんですね。さて、そのデンマークなんですが、やはり金融危機の影響はこの国も大きくて失業が増えているんですが、ではどんな政策が取られているんでしょうか。ロンドン支局の青木支局長がデンマークを取材しています。造船業やセメント生産などで発展してきた港町オールボー。90年代にハイテク産業への転換を成功させ、デンマークのシリコンバレーとも呼ばれてきました。しかし金融危機の影響で外国資本の事業所の閉鎖や合理化が相次ぎ、去年 1% 台だった失業率は 4% 台に達しています。アメリカの通信機器メーカーモトローラ社の技術開発センターも去年末に閉鎖、従業員260人を解雇しました。It is actually, it's close to a disaster for the area, at least on the short term. We cooperated with the local authorities to get the best out of it, basically, because Motorola was a significant player here in North Jutland. Denmark's 雇用政策の特徴は、企業が労働者を簡単に解雇できる一方で、解雇された労働者には手厚いセーフティーネットと新たな雇用を見つけるための支援があるということです。失業者は仕事が見つかるまで職探しを確実に続けることなどを条件に、国が費用の大半を補填する失業保険を受け取ることができます。日本円にして月当たりおよそ30万円を上限に、解雇前の収入の 90% が支給されます。期間は原則として4年まで、このほか個別の雇用相談や新たな資格取得の研修の機会も設けられています。さらに今、多くの失業者に新たな選択肢をもたらしているのが、自らビジネスを起こす起業家を支援する国と自治体の政策です。モトローラ社の一角には新たな会社2つが誕生していました。解雇された技術者が機材を買い取ってビジネスに乗り出したのです。We know we had something in our hands that in the future you will see a lot of more. So we have the opportunity now. 事業閉鎖を受けて従業員が立ち上げた会社は、モトローラ社だけで15社にも上ります。オールボー氏の実務的な起業家研修がその後押しをしてきました。1万円余りの会費で毎週4時間の授業を2ヶ月受講。会計、セールスや資金運用など、会社の立ち上げと経営に必要な知識を学ぶことができます。That's very good because I'm an engineer and have a technical knowledge, but I have no knowledge within sales, within marketing. ユフェコックさんもモトローラ社を解雇された技術者の一人です。失業後直ちに自分一人の新しい会社を起こしました。ゲームやデータベースなど携帯電話のソフトウェアを開発するウフェさん、会社登録の事務手続きはインターネット上で申請するだけで費用はかからず、
個人の会社は資本金も必要ないため、企業のコストはパソコン購入の費用程度だったといいます。ウフェさんは光熱費込みおよそ1万円という低い家賃で、オール帽子が設けたベンチャー企業の孵化センターに入っています。2年前に開かれたセンターに入っているのは13社。いずれも社員は1人から3人程度で、売り上げはまだゼロという会社もあります。はい、センターでは会社の広報から資金集めまでさまざまな面にわたり、専属のスタッフ3人のサポートを無料で受けられます。こうした支援の目的は、頭脳流出を防ぎ、新たな雇用を生み出すことです。For us, it's very important that we keep these specific, very world-class skills in the region. It's naturally for the employment. It's very healthy to have good companies and new starting companies which has a growth potential. ウフェさんは解雇される前に新しい家を買ったところでした。住宅ローンも抱える中で会社の立ち上げを決断できたのは妻と共働きであること、それに倒産した場合にはまた失業保険を受けることもできるなど、失敗を恐れずに挑戦できる環境があったからだといいます。We have a good social support system in Denmark. So if I try and become a startup and I do not make it as such, I'm not at risk of losing everything, so I have to live on the street. I do think that startups will play a big role in the future of Denmark economy, Danish economy. Both because we can find the new niches more easily than bigger established companies. ウフェさんたちが拠点とするセンターでは、アイディアや情報の交換が新たな商品開発にもつながっています。デンマークはこうした企業家たちを成長させていくことを今後の重要な課題と位置づけています。Og det synes jeg er meget, meget vigtigt for et lille land som Danmark og en lille åben økonomi som Danmark, at vi også har en iværksætterkultur. 青木さんの報告でした。人材の流出を防ぎたいというコメントがありましたけれども、人を大切にしているなという印象がありました。このデンマークの雇用政策なんですけれども、実はヨーロッパの中でも注目されていまして、はい、フレキシキュリティというモデルと呼ばれています。フレキシキュリティですか。そうなんですね。フレキシブルとセキュリティを合わせた造語になっています。はい、そして、手厚い社会保障を作って、かつさまざまな雇用支援の教育プログラム、さっきも企業プログラムありましたね、そうしたプログラムに支えられて、労働者は簡単に職を変えたり、また企業会社を作ることができると。はい、一方で企業の側でもですね、実はデンマークの場合、解雇の規則が緩いんです。はい、つまり解雇しやすいんですね。ですから、この社会どういう社会かというと、一言で言えば失業は人々にとって恐怖にはならないということなんですね。はい、でこの教育プログラムを受けないと、つまりこの教育プログラム、これ三角形ですがあります。このプログラムをきちんと受けないと、労働者も手厚い失業復給法を受けられないということで、きちんと労働者も働いて初めてこの三角形が回るということになっています。はい、で EU では今このモデルはですね、黄金の三角形、ゴールデントライアングルと呼ばれていまして、はい、2006年からお手本にしようという動きがあるようなんですね。はい、ただし、当然ながらこうした仕組みを維持するためにデンマーク、ある程度の国民負担を強いています。例えば消費税は 25% です。はい、ですから100円のものを買ったらですね、税金が25円ついてくるということなんですね。はい、それでも高いとは思いますけれども、それで失業しても給料の 90% が保証されるわけですよね。社会保障の充実と引き換えにしているということですよね。そうですね。例えばこの番組でも紹介しました、例えばアメリカの例ですね。はい、アメリカは例えば GM とか AIG といった大きな会社を国が支援して、つまりそうしたところに国の税金を使っていますよね。はい、そしてそれがオバマ大統領社会主義じゃないかと批判されたりしていますが、このデンマークでは労働者を国が税金で守ってかつ育てているという印象です。はい、デンマークの人口というのは550万人で、大体兵庫県と同じくらいということで、そうした国の
小規模の小ささもこうした制度を作りやすくしているということはあるかもしれませんけれども、はい、冒頭にご紹介しました幸福度というのがあります。